議会の議決は議会が責任を負います。それすなわち市民の責任です。はい、11番熊坂尚総です。今回も最後の質問者となりましたが、どうかよろしくお願いしたいと思います。まあ、昨日からの一般質問も聞きながら、やはり情報化時代だなということをつくづく感じる、まあ、やり取りであったなという気がします。まあ、私も10月からですかね、YouTube を始めまして、YouTuber の一人になったんですかね。そのきっかけは、議会の地域懇談会に出たときに、高宮の会場でしたかね、ある人が、まあ、ある人といっても振興会のもともと役員の人ですけども、議会で情報を出しているのは2人しかいないじゃないかというふうにおっしゃったんですね。いや、新聞をきちっと出される秋田議員さんなんかもいらっしゃるし、山根議員さんなんかもいらっしゃるし、どういうことかなと思ったら、あの南沢さんと田辺さんの若い2人が、情報発信をされている。熊高議員に申し上げます。通告がありますので、その通りの質問をお願いいたします。はい、いつもすみませんね、議長心配かけて。そういう状況もありましたんで、そういうことをしました。まあ、何が言いたかというのは、まあ、情報化時代にどう対応していくかということだと思うんですね。私も昨晩、昨日の議会の模様を YouTube で配信しましたら、今朝見たら1万5000人の方が見ておられるんですね。いや、すごいなと思いながら、だから逆に緊張感を持って今日の質問もさせていただきたいというような思いでおりますので、改めてよろしくお願いしたいと思います。一番といいますか、一つとして主要施策の推移についてということで、括弧一番は、市長就任挨拶で世界で一番住みたいと思える町となるよう市政運営に取り組む。具体的には、一つ政治再建として政治の分かる化、一つ都市開発として将来を見据えた投資、一つ産業創出としてリモートを生かした人材の確保と挨拶をされました。そして初の定例議会の令和2年9月10日に所信表明をされて行われております。その中で、新しい秋田方市を作る上で社会規範である法令等の遵守コンプライアンスの徹底を図り、市民の信頼回復に努める、そして事実に基づく客観的な視点と科学的な判断のもと、あらゆる施策の費用対効果について再検証する。町の魅力とは、今ここに住んでいる人々の生活を守ること。市民と共にこれまでを振り返り、これからを考え、世界で一番住みたい町を目指すとされました。まずはこの一連の発言についての今日までの総括をまずはお聞きしたいと思います。質問の言葉は多かったんですが、かなりざっくりとありましたので、私もまずはざっくりお答えせざるを得ません。これまでの評価なんですけども、総括としてはおおむね有言実行になっていると思います。一部に、例えばコンプラ条例を議会が否決するなどといった陳示はありましたが、それらを除けばおおむね言ってた通りにできていると捉えています。まあ、市長が総括されたように、私もこの3年余りの状況を見る中でですね、まあ、いつも言いますけども、1年目はこの若い市長はどうなんだろうかという、まあ、疑い半分の目で見ておりましたが、まあ、2年目に具体的な政策、そういったものも立ち上げられたことを実行していく。そして3年目は、まあ、今日も先ほど南沢議員とのいろいろやり取りもありましたが、具体的に示したことを具体的に実行してきたということが伺いました。まあ、そういった観点から言うと、今市長が評価されたようなことに私も評価をさせていただきます。まあ、ただ、一つ言われたように、実行できなかった政策も何点か見受けておりますが、まあ、そういったことも含めていろいろ総合的に評価すれば、これまでのこの言われたことが実行されているというふうに思っております。その上で、
括弧2番の所信表明の中での基本方針として、1番、財政健全化、次世代に渡すべきは不安ではなく希望、2番として行政改革、まずは市役所からについての評価をお伺いします。ではまず財政健全化について説明を行います。昨日もお話ししましたが、決算の内容から明らかな通り、市を財政危機の淵から引き戻しました。3年前、私が市長に就任したとき、財政非常事態宣言を出してもおかしくないという状態でしたが、なんとか3年かけて一息つける程度には回復をしています。それに関連してなんですけども、財政説明会というものも開催しました。広報誌も使いました。市に対して財政状況を説明すると同時に課題、そして解決方法を示しています。マクロの状況を踏まえれば、依然として楽観は許されませんが、いくらかは未来に対して希望を生み出したものと捉えています。まあ、決算の状況を見ると、確かに数字的にはそういうふうな形に評価できると思いますが、2年にわたって決算が不認定されたということで、私の内容については評価すべきことの方が多かったんですが、こういう聞き方をして市長がどう答えるかというのも一つは楽しみなんですが、なのに不認定が2回も出されたと。中身についてはですね、私は理解できない不認定であったというふうに思うんですが、改めて市長のそういった不認定を受けたということに対する市長としての考えといいますか、評価といったらおかしいですけれども、それについて改めてお伺いしたいと思います。これまでもいろいろなシチュエーションでお話はしてるんですけれども、議会の議決は議会が責任を負います。それすなわち市民の責任です。なので 私の立場からとやかく言うつもりもありません。ただただ議会が後のように評価される、その審判を受ける覚悟があるのか否か、改めて今目をつむっている議員の皆さんにも問うておきたいなと思います。財政健全化という面で言えば、私は先ほどから言いましたように、数字的にも見て評価できるということですね。その財政健全化だけではなく、政策としてのいろいろ取り組みというのも、その厳しい財政の中でさらに財政を少しでも豊かにするというようなことも考えながらやってきたというふうに思うんですね。そういった観点も含めて、まとめて答えていただいた分もあるんですが、行政改革、まずは市役所からについての評価を改めて伺いたいと思います。こちらはですね、基本方針の文言通りです。どのように書いてあったかというと、デジタル技術を活用した電子決済やテレワークの導入、会議や書類に関する形式の簡素化など業務の効率化を全方位で推進と書いてあって、推進しました。例えば電子決済はシステムとしてはもうすでにあったにもかかわらず、市長が使っていなかったと、その程度の状態です。それらを全て稼働させてきた。前職の知見もそこには大いに費やしました。今の世の中の標準、もっと言えばグローバルスタンダード、それを市役所においても導入する、これが市長としての市の長としての役割であったというふうに捉えています。もう少し具体的に言えば、働き方改革、人事評価の見直し、勤怠管理の改善、採用活動の工夫、副業の解禁などに関しては自治体としてかなり先進的な取り組みをできたという評価もしています。先進的な取り組みゆえに、なかなかこう
私も含めて理解が進まなかった部分もあるのかなという気がしますが、まあゆっくり聞いておればなるほどなと、あるいは世の中の流れを見ておると、まあ、当然の帰結すべきところに行っているんだなという気がします。まあ、今電子決算決済のこともおっしゃいましたが、まあ、三好に私も行くことが多いんで、いやちょっとコンビニ行って、税金の関係払ってきますって言ったら、コンビニでできるんですかと、最近のことですよ、三好はもっと進んでるかなと思ったら、うちのが進んでると秋田勝ええだろうというふうに言うようなこともあったんで、なかなかスピード感のあるその行政改革というのが進んでるんだなというのを、まあ、私から見たときに感じたということもありました。まあ、そういった観点で言えば、他市との比較ということはあまり主張はされませんけども、そういった観点で、どのレベルまで秋田市の自治体というのは進んでおるのかという評価を改めてお聞きしたいと思います。私があまり他の自治体を参考にしないというのは、し得ないからです。できないからしていないというのが実際です。もちろん個別に調査することもありますが、基本的に私が把握できるのは秋田方市その市役所においてのみです。あとは一般論です。今の民間企業がどうやってるか、これは新聞テレビ等々ネットも使って簡単に把握ができます。それらに照らして、この市が市役所がどういう状態にあるのか、それをすでに比較し検証はしてきました。その意味ではだいぶ世の標準に、それこそ民間がおそらくやっているであろうところまでは近づいたと、元民間の出身からしてそのような感覚は持っています。ただです、私が民間にいたのはもう3年ちょっと前です。この3年の間にまた時代は進んでいます。その意味ではこれからも絶えずバージョンアップをしていかないといけない、アップデートは続けないといけないというふうに考えています。まあ、他市と他の自治体と比較しても、それはもう無意味な競争だということも私も理解しておりますし、まあ、当然行くべき道は一緒なんだろうな。まあ、ただ国レベルの政策はですね、逆に、まあ、民間レベルの状況と比べると国レベルのスピード感が遅いかなという気がして、まあ、逆にできることもできないということもあるんですが、まあ、市長の立場で国の批判するというのは幅かられるかも分かりませんが、この辺がもっと国が進んでくれれば、我が町はもっとこういったことができるというようなことを考えておられることがあればお伺いしたいと思います。市長、今のは止められないんですねなので答えざるを得ないんですが、基本的にここの一般質問というのは市の事務事業全般に関することを聞ける場です。なのでそれを超えたところに対する質問というのは何とも答えようがなくなってきます。なので言える範囲で言えばですね、自治体に丸投げされてしまっている部分があります。 DX 関連で言えばそれが割とあります。でもそれはそれこそ標準化が大事なので、国または県の単位で一括してやっていただければいいなというのはいろんなことにつけ思います。難しいところをお答えいただきました。ありがとうございます。まあ、市長おっしゃったように自治体レベルの質問ということなんですが、まあ、国の制度あるいは社会の制度の中でいろいろ自治体というのも動いてくるので、まあ、そういった意味では質問してもいい範囲かなと思って問いましたので、まあ、今後は気をつけておきます。